皆さんご参加いただきありがとうございます。本日は、とんがりイノベーターズチャンネル2023略称チッティちゃんの第4回へご参加いただきありがとうございます、えー。さて、今回から、今回は、とんがりビジネスプランコンテスト入賞者をお呼びして、その今を追うシリーズ第4弾になります。 第3弾はトンガリビジネスプランコンテスト2020にて自然言語処理を活用した外国語の、えー、専門用語専門語彙学習ツールノーワードにて、えー、最優秀賞を獲得し現在は株式会社リクルートに勤められている渡辺智樹さんにお越しいただいています2年連続出場されていたことから、まあ、最優秀賞受賞までに至る事業のピボット そして企業に就職された現在における、まあ、選択の背景や今後の展望についてもお話しいただきます。えー、そして本日の MC はトンガリ事務局インターンの名古屋大学経済学部経済学科4年の小島みりが務めます、えー。渡辺さんのお話の後に、えー、Q&A セッションをももけさせていただきます。えー、皆さんご質問をぜひズームの Q&A 機能もしくはチャット機能にご入力してください。えー、質問お待ちしております。 はい、以上が事務局説明でした。<laughs> それでは早速ですが、えー、渡辺さん、よろしくお願いいたします。はい、えっと。じゃあ、画面共有しますので、少々お待ちください。これで今、いい感じに見えたね。はい、はい。これ今、もう、出席者のやつは、これ あこれは私では、とんがりビチコン優勝者が企業ではなく就職を選んだ理由というタイトルで、現株式会社リクルート所属、渡辺智樹の方で発表させていただきます。今日お話しさせていただくことはまあ主に4つ考えていまして、まず1つ目がとんがり受けてどうだったか、で2つ目がまあなぜ起業しなかったのかというところ。 あとは、就職、まあ、起業せずに就職してどうかというところと、まあ、最後、まあ、もし学生さんとか、まあ、もしくは、まあ、いたらですけど、起業か就職から悩む方へというところで、ちょっとお話しさせていただこうかなと思っています。はいえっと、まず自己紹介ですね。えっと、渡辺智樹と言います。えっと、まあトピックという形で書いているんですが、えっと、僕は学部の時に1年間、オーストラリアのアデレード大学ってところに交換留学をしていました。でまあ、ちょっと、 あとでお話しさせていただくんですけど、まあ、その時に感じたふっていうのをベースに、まあ、こういうビジネスがあったらいいんじゃないかっていうのを考えて、でキャンパスベンチャーグランプリ、まあ、今もあるやつなんですけど、の中部大会っていうので、ちょっとまあ賞をいただいたりしてました。で、まあ、それで起業するかもまあすごい悩んだ結果ですね、まあ、ちょっといろいろあって、あの あの大学院には、まあ、ちょっと後で話すんですが、あの大学院に行くことにして、で大学院に入ってから、えっと、とんがりビジコンの2019にまず参加させていただいて、で、まあ、その時きは、まあ、入賞という形で賞をいただけたんですけど、まあ、それではちょっとまあ自分的には満足いかなくて、で次の回ですね、えっと、とんがりビジコンの2020でありがたいことにあの優勝させていただいたという形になります。で、まあ、その後ですね、あの大学院の方を出て、 で、そのまま、株式会社リクルートの方に就職してます。で、今、リクルートで3年目ですね。まあ、そろそろ4年目になっちゃうんですが、そんな感じの、えー、何ですかね。まあ、生活を送ってきてます。はい。そうです。とじゃあ、まあ、今日まずお話しさせていただくことの1つ目ですね。とんがり受けてどうだったかっていうところをちょっとお話しさせていただければなというふうに思っています。で、まあ、その中ですね、まあ、まずなんでとんがり始めたのまあ、始めたというか、とんがりって1つのプロジェクトを の名前なんですけど、まあ、この中でなぜ、そのとんがりのプロジェクトに入ったのかというところをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。で,ですね、まあ、あの左上の方に6割って書いてある名前、一旦ちょっと置いといていただいて、あの僕がまあとんがりのプロジェクトに最初に上ンした理由としては、自分の絵で、ね、価値があることを証明したいというのがあります。あの僕は結構、こういうのがあったらいいんじゃないかとか、こういうふうに解決したいとか、いろいろ思うことは多いんですけど、まあ、それを実際に手を動かすかと言われると、ちょっとこう、 いろいろ思い浮かぶけど、本当にそれってやる価値があるんだっけってなって、こうちょっと躊躇しちゃうみたいなところがあったんですね。でも、まあ、その中で、まあ、自分としてはどうしてもこれはやった方がいいんじゃないか、これは世の中のためになるんじゃないかって思ったものがあったんですけど、でもそれももしかしたら自分しかそう思わないのかもしれない。他の人から見たら別にどうでもいいよ、そんなってなっちゃうかもしれない。でもこれは自分的にはっていうのがあって、でだったらこのトンガリみたいな、まあ、あのビジコンとかに出て、 で自分のアイデアも話してで、それで価値があるねって賛同してもらえたら、本当にやる価値がある。じゃあやろうみたいな感じでこう、自分のアイデ,ィア,にア,イディアにまあ自信をつけるというか、そういう目的で、あの、トンガリの方に最初入らせていただいてました。でですね、まあこれが、あの、綺麗な理由というか、あの、声う場で喋っている理由で、残りの4割がですね、<laughs> ただで海外行きたかったっていうのがあります。あの、まあ今もあるかわかんないですけど、当時、トンガリの、えっと、アイディアピッチ、 あのビジネスプランコンテストの前のやつ、あ前というか、その前段となる、あのビジネスの種みたいなの、まあ、こういうのをやろうと思ってますみたいな、アイデアをピッチするところがらですね。<laughs> アイデアピッチっていうのがあるかな。そ、ま、う、あ、いうのがあるんですけど、そこで優勝、優勝か自優勝かな。なんか2チームぐらいデンマークデザイン研修って言って、ヨーロッパにタだで連れてってくれるみたいな、すごいいい研修があったりとかですね。あと、ビジコンはあの海外チャレンジ賞みたいな感じ。これは確かアメリカだったと思うんですけど、まあ、そっちに行けるみたいなのが。 あって、あの、僕はめちゃくちゃ海外行きたくてですね。で、タラで連れてってくれるんだったら、もうぜひ行きたいみたいな、まあこういうモチベーションが4割ぐらいの形で、あの、とんがりの、まあプロジェクトいろいろ参加させてもらってたという形になります。はい、じゃあ、まず最初、とんがりで何、まあどういうアイデアでとんがりの補助にしたかっていうところをお話しさせていただこうかなと思います。と、まず一つ目ですね。まあちょっとそのアイデアをなんでそれを思い浮かんだかみたいなところも含めてお話しさせていただこうと思ってるんですけど、 これはですね、ユニバー of a d バ l デレイドっていう、まあ、オーストラリアの南オーストラリア州にあるまあ大学であのすごい綺麗なところなんですね。であのシドニーとかメルボールンみたいにこう、めっちゃ都会な感じでもなく、まあ、かといってめっちゃ田舎という感じでもなくですね、あのすごいいい感じの、そしてぜひ皆さん留学とか考えてたら、ここも選択肢に入れてほしいなというところなんですが、僕はここにあの1年間、ですね飛び立て留学ジャパンっていう国の,あの留学支援制度があったので、それをま使って、 で、この飛び立て留学ジャパンっていうのが、まあえっと、民間企業からの寄付で成り立っていてで、企業ももっと日本の若者にどんどん海外留学してほしいっていうふうに言ってお金を出してて、でその飛び立て制も、まあ、そのありがたいことにそのお金をいただいて留学するっていう形でやってたんですね。なので、企業がお金を出してるってことは、まあ、企業も皆さん、日本の学生もっとどんどん海外行ってください。 そういう人たちが私たちは欲しいんですみたいなの、まあそういう、まあ、メッセージングがされてたんですね。なので僕も留学、まあ今言われてるかわかんないですけど、こう、海外留学すると就活に不利になるとか、まあ、僕がいた当時はすごい言われていて、まあそれはちょっと後でもちょっと詳しく話すんですけど、まあ、そういうのはないだろうと僕は思ってたんですね。留学したことはもう,もう絶対プラスになる。就活で不利になるとか、そんなことありえないって思ってた。 んですね、でところがですね、これ、僕が就活してたのが、えー、っと、もう3年前、学部だと5年前かになるので、まあ、ちょっと今、こんな感じか分かんないですけど、まあ、基本的に3年生のまあ夏休みぐらいから、まあ、インターンとかに応募して、まあ、いわゆる夏選考みたいなものが始まり、でまあ、早い人はまあそこでリクルーターがついてみたいな感じで、で大体まあ3年生の12月ぐらい、冬休みぐらいからですね、徐々に説明会とか、まあ え冬インターンみたいな形で徐々にこうん、まあ、なんちゃって先行みたいなのが始まり、一応6月からあの正式なまあ面接が始まるというような建前だったんですね。であのさっきお話しした留学に行くとまあ就活に不利になるっていうのはまさにこのスケジュールの問題で、大体アメリカとかに留学するときってまあ3年の夏休みぐらいに行ってで帰国するのがまあ4年の6月とかまあ7月、まあ、4、5、6。 まあそ,その辺りに帰ってくるんですね。で、あの交換留学して留年しない、まあ、そのまま学部4年間で卒業するっていう場合は、まさに日本でその自分の同級生たちが就活始めたタイミングで海外に行き、で帰ってきたらもう6月なんで、もう本遷行始まってる、もうみんなどこの企業にエントリーするかとか、まあ、なんそれも全部終わらせて、ES も全部書き終わって、出し終わってっていう状態で帰ってくることになるので、そこから就活始めないといけなかったんですね。で、それめちゃくちゃ大変なんで ですよねまあ、僕はあのオーストラリアだったんで、ちょっと時期が違って、僕はえっと3年の冬ぐらいに行って、で僕は1年遅れるタイプ。あの工学部で1年行くと、ほぼ間違いなく1年あの卒業遅れちゃうので、えっと、3年の冬に行って、でまあえっと、2月に行って、翌年の1月に帰ってきたのかな。あのまあ、冬行って、冬帰ってきたって感じなんですけど、まあ、僕とかもオーストラリアの人たちも、まあ、夏のインターンとかは参加できずに、 まあ留学行って帰ってきたら、もうなんか説明会いろいろガンガン始まってて、で、ああ、日本帰ってきたとか言ってたら、もう本当こう始まっちゃうみたいな、イエス計とか、まあ、そういう流れになってたんですね。で、まあ、当時の僕はですね、あの留学してもまあ、まあその辺なんとかなるだろうみたいに思ってたんですけど、まあ、実際に留学してみてですね、まあ留学中とかにまあちょっとあのみんな就活してたんで、まあちょっと自分も企業のとか調べてみるかなみたいな。 でああちょっとこの企業面白そうだなとか思って話聞きたいなとか思ったんですけど、当時はですね、説明会から、おびよう訪問から面談まで全部対面だったんですよ。いまだに覚えてるのが、某商社の説明会が、たまたまあ、たまたまっていうかあの、見たら対面ってなって、でなんか出れない人は連絡してくださいみたいなのが確か書いてあって、であの海外留学中なんで、なんかオンラインとかないですかって聞たら、日本帰ってきてから受けてくださいみたいなこと言われて。 はっオタクを飛び立てにお金出してんじゃんとすごい思ったあのを、まあ、めっちゃ覚えてるんですけど、まあ、今はコロナが終わってだいぶこうオンライン化して、まあ、この辺とかもだいぶ皆さんもオンラインであることが当たり前になってるんですけど、まあ、当時は全然当たり前じゃなかったですね。で、なので、結局留学すると就活で不利になりかねないなっていうのを、まあ、実感したんですよね。 そのこの辺でやっぱりインターンとか説明会とかでまあ社員さんと会って実際に話聞いたり、まあ、お病児フォこの辺りでやったりとか、まあ、日本にいたらそれができるけど、留学して、で、まあ、留年、留年なしというか、卒業を遅らせないで、そのまま卒業しようとすると、なかなかその辺りができなくて、かなり苦しいってことが分かったんですね。で、なんか僕としてはすごいそれもったいないなと思って、留学で自分はめちゃくちゃ楽しかったし、行ってよかったって、心の底から思ってるけど、確かに、 留学したが故に就活で不利になりかねないような現状はあるなってめちゃくちゃ思ったんですね。で、まあ、その時の僕はですね、じゃあ、あ留学中にも就活できればいいじゃん。まあ、したいかどうか置いといて、できる。まあ、できるっていうオプションはあった方がいいなと。で、さらにその中でも、留学してるからこそできることって言ったら、駐在員と交流することができればめっちゃいいんじゃないかなと思ったんですよね。あの留学中っていうか、留学した人って割とこう海外で働きたいとか、まあ、そういうモチベーション結構。 得ることが多くて、まあ、僕も、まあ、その例に漏れず、めっちゃ海外で働きてってなって、じゃあ海外といえば商社だみたいな、そういうアホみたいな就活してたんですけど、まあ、そういう、まあ、モチベーションを持ってる人が多いので、やっぱ同じように海外で働いてる人たちはすごい交流したい。だから駐在員と交流するようなサービスがあったらいいなっていうことで、あのご縁、留学中の学生と海外展開中の企業をつなぐプラットフォームっていうのを一番最初に考えてやってました。でこれですね、あのロゴとかめちゃくちゃこだわってめっちゃ考えてたんですけど、 その辺のデータを入れてたあの Gmail のアカウントをロストしてですね、あのもうすでにここに何も映せなくなってしまっているのはすごい残念なんですが、はいまあ、こういうのをやってましたというか、最初にこれを考えてました。ですが、まあ、あのここに立っている以上、まあ、こういうことであの、これうまくいかなかったんですね。で、まあ、これは、えっと、とんがりで2019年のビジコンで一応、昭和、まああの 僕的には参加賞みたいなのをくれたのかなと思ってるんですけど、まあ、一応賞とかはいただいてました。あとはキャンパスベンチャーグランプリでも、一応賞は、えっ、ー、と、中部大会では賞はいただいて、で、まあ、全国大会とかも出てたんですけど、まあ、全然大きな賞というか、優勝とか準賞とか、そういう賞は全然取れなかったですと。で、まあ、これはちょっとダメだなってなって、まあ、ピポットあせざるを得なかったんですね。で、まあ、ピポットした理由っていうのは、 まず一番大きいのはコロナで留学に行く人がいなくなったっていうのがあります。この僕のサービスってこれ留学中の学生とって言ってるように留学してることが前提なんですよね。なのに、なのにってかもうコロナで、えっとこれ2020年でしたっけコロナあの急激に広まったのう、うん、あのあたりで一気にまあ各大学も留学止めて、まあ、国もそもそももう国境閉じるというか誰も受け付けないみたいな状態になってたので、まあ、そもそも,もう 対象としているユーザーがいなくなってしまったっていうのが一つ。あとはですね、あの、OBOG 訪問のトラブルがまあ社会的に表面化した。まあ、これ、昔からあったそうなんですが、まあ、大体このあたりのタイミングですごい SNS とかで発信されて、すごい出てくるようになったんですね。まあ、その OBOG 訪問でセクハラを受けただとか、まあ、結構あのニュースにもなってたと思います。で、自分たちのサービスはま、まさに特に海外で社会人と学生が会うって、めちゃくちゃこう、 危ないっちゃう危ないんですよね。その社会人の方が、まあ、現地にいろんな基盤を持ってるし、お金もあるし、で学生は、まあ、留学っていう形で一人で来てる。で、まあ、実際に飛び立ての仲間でも、まあ、残念ながらちょっと嫌な経験をしたっていう方とかも結構いてで、日本でもその辺の,あの病児保護のトラブルが表面化してきたっていう中で、自分がこの海外で、海外に留学中の日本人学生と、まあ、日本あの海外に出てる企業をつなげるっていうサービスをやったときに、そういう問題が起こりえない。 とは全然言えなかったんですね。で、サービスとしてもこれを防ぐためにはどうしたらいいか。会わなきゃいいじゃんっていう。<laughs> 自分のサービスをまあ否定するような形になってしまって、どうしても自分の中でまあいい案が浮かばなかったので、これはやるべきじゃない、まあ、今じゃないっていうふうに判断しました。で、まあ、結果的にですね、今だいぶこのオンライン、まあ、就活自体もオンライン化してきているので、まあ、当時無理やりやってたとしても、まあ、就活がどんどんオンライン化して、今留学中の方とかまあ普通に。 その辺の説明会とか、なんならお病児訪ームもオンラインとかでやれるようになってきてるんで、まあ、まあ、やら、まあ、やらず、当時僕が課題だと思っていたことは、まあ、結果的にコロナとかを通じて解消されたのかなと思ってます。というのが、まあ、表の理由でですね、まあ、裏の理由っていうのはもちろんあります。えっと、まずですね、あの、当時の僕はですね、Mock までしか作れなかったんですね。あの、ビジコンの時とかに、まあ、こういうサービスを作りますって言って、まあ、 まあ物を見せるんですけど、まあ、僕は当然、ウェブサービスなので、まあ、外見さえあればいいって言って、HTML と CSS でゴリゴリ頑張って書いてたんですけど、僕の当時の知識でもそれが限界だったんですね。あの普通、ウェブサービスやるときって、ちゃんとこう、まあ、データベースからデータ取ってきてとか、こういうふうに入力したものがこういう形で出てきてとかやるんですけど、僕、一切それ当時できなくて、本当に全部手書きで HTML 全部書いてたのであの、もしも本当にそれでサービス出せって言われたら、まず無理な状態だって でした。あとはいくつか企業さんとかにももちろんそのインタビューであったりだとか、まあ、市場調査みたいなところ行ってたんですけどどの企業さんもおっしゃってたのが留学した学生が欲しいわけじゃないっていうふうにおっしゃってたんですね留学したからもううち来てくださいではない、まあ、今考えればまあそりゃそうだよなその留学なんで留学したのかとかその留学に至るまでの思考プロセスとかその人の考え方とかそういうのが大事なのであって留学したって 人が欲しいっていう企業はま,まずないと思うんですけど、まあ、自分はちょっとその辺が当時は分かってなくて、まあ、企業のニーズもまあ汲み取れず、まあ、断念したという形になります。でですね、まあ、これ、あの僕一人じゃなくて、同じように交換留学とかをしていたまあメンバーお6人でやってたんですね。で、当然自分のまあ仲間を巻き込んだというか、みんなを巻き込んだっていう責任もすごい感じてた中でですね、まあ、この まあ、プロジェクトというか、まあ、このアイデアがまあポシャって、で、一番学んだこと何かっていうと、白馬のエンジニアなんていないっていうところで、うん、あの、なんか当時の僕はですね、いいもの考えたら、なんかこう、すご腕のエンジニアがそれいいじゃんって賛同してくれて、こういい感じに入ってきてくれて、爆速でプロダクトを作ってくれるみたいなのを思ってたんですよね。まあ、<laughs> あのそんなことは、まあ、当然、まあ、少なくとも僕は、その白僕の身のもとには、 白馬のエンジニアは現れなかったんですね。でまあ、今僕エンジ、一、まあ、エンジニアっていう立場になりましたけど当、今の僕がその当時の僕のこのご縁とかを見て、じゃあ白馬のエンジニアになったかって言われると、まあ、なってない、はい、ですね。<laughs> はい、で、まあ、この白馬のエンジニアなんていない、まあその、なんていう、ね、こう都合のいいエンジニアなんて現れないってことをまあ痛感してですね。で、まあ、やっぱ自分の手で作るしかないんだなっていうのをすごい強く思うようになりました。 で、まあ当時一緒にやってたメンバー、まあ誰もそのエンジニア系の方はいなくてですね。でまあ、もう僕リーダーシッだったんで、じゃあ自分でどうにかしますって言って、まあ HTML、CSS 頑張ってたんですけど、もう本当に自分で作るしかないんだなっていうのをすごい感じてました。でですね、まあ何百回のでじゃあもう自分で作るしかねえんだなっていうふうになって、で、2回目のコンテストに出させてもらった時ない部屋をちょっと次はお話ししようかなと思います。でですね、まあちょっとこれ僕の人生の転機というかなんですけど、 僕もともと学部は工学部科学生物工学科で、まあ、いわゆるバイオ系をやってるところでタンパク質工学とかやってた人間なんですね。で、まあ、ただあの本当はもう学部で就職する気満々であの、まあ、留学行って帰ってきてなん、まあ、とか就活しでちょうど僕オーストラリアでは資源工学とかを勉強してたので、まあ、金属とかに興味があって日本ではバイオやってたのにもうなんか 金属系で行こうってってあの、金属系の会社にもう内定いただいてたんですね。で、まあ、ただ今、今回の、今回の、先ほどお話ししてたのとかをやってて、やっぱもうちょっと自分の中で、こう、いろいろやってみたい。社会人になったら全然時間取れなくなりそうみたいなのがあって、ちょっとこう大学院行きたいなって急に思い始めてですね。で、あのたまたま二次募集がかかってた名大の大学院にあの応募してですね。で、今でも覚えてるんですけど、2月19日。 にあの合格通知が届きまして、でその足であのもう泣いて蹴って、<laughs> で、まあ、たまたまあの入ったところが時間生物学っていうのを、まあ、やってるところだった、あ、ってか違う、一応時間生物学やってる研究室の二次募集行ったんですけど、あのそこで、まあ、先あの自分のメジャーめっちゃ切り替えて、時間生物学っていうのをやるようになったんですね。で、まあ、これ、文、まあ、系の方も理系の方もだと思うんですけど、あの専門分野が変わってか新しいものを学び始めたときって、 専門用語が分からないって問題、絶対皆さん直面すると思うんですね。で、これ、まあ、日本語で読んでもよく分かんないのに、それを英語で論文読めって言われると、本当に分かんないのにめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、こう、論文1個、まあ、論文あって、で、辞書も常に片手に、この単語なんだ、この単語なんだってずーっとやっていくじゃないですか。あれ、僕、めちゃくちゃこう、ストレスで。で、受験期を思い、あの、高校、大学受験の時とか思い出してみると、最初にまず自分の中でこう、 単語帳みたいなのを作って、自分の中に、まあ、ボキャブラリー、えー、と語彙を作るじゃないですか。で、あれで自分の中で語彙があるから、結構長文とかもまあスムーズに読めるようになってきたっていうようなまあ受験期の記憶があったので、単語帳欲しいなと思ったんですよ。ただの単語帳じゃなくて、本当にそのアカデミックなところに特化した単語帳が欲しいって、自分で思ったんですね。で、なので、でもそれで作ったのがワードストックあプロっていうのを確か当時つけてた。 えと、自然言語処理を活用した外国語の専門語彙学習ツールっていうものを、あの、ま、ちょっとこれを考えてました。で、実際に作ってました。で、まあ、これ、まあ、何かっていうと、指定した分野で品質する専門用語の単語帳を作ってくれるっていうものでして、まあ、例えば、自分で言うと、えっと、時間生物学の中でもサ、あれ、サーカディアンクロックっていう、外実時計みたいなキーワードがあるんですけど、サーカディアンクロックっていうのは、 っていう単語が含まれてる、まあ、論文って大体そっち系なんですよね。なので、そういう論文でよく出てくる専門用語みたいなのを抽出して、で、この用語分かってれば大体読めるよみたいな、こう、単語帳あったらめっちゃ便利じゃんっていうので、まあそういうのを作ってくれるものです。というか、でしたかな。<laughs> で、まあ、あの、今の話もめちゃめちゃこういうもんです,すごい雑に言ったんですけど、 まあこれもですね、あの実はちょっとデータを失ってて、一つもあのお見せできるものがないのは非常に残念なんですが、当時はちゃんとあって、それでまあプレゼントが出てたんですけど、まあ、LINE ボットみたいな形で、あの自分でこの分野、例えばまあマシンラーニングとか、まあ、サーカリアンクロックとか何でもいいんですけど、専門分その分野っていうまあバードを入れたら、それをもとにあのオープンアクセスジャーナルって言って、誰でも読めるまあ科学論文みたいなのがあるんですけど、そこからその まあ、キーワードで引っかかった論文抽出してきてで、それをガッと解析して、で、この用語は重要だ。この用語は別に重要じゃないから、今覚えなくていいみたいな、こう、バーっと計算して、で、この用語分かってたら、だいたい読めると思いますよ、みたいな、まあ、そういうのを作ってくれるような感じにしてました。で、まあ、ただ、その、まあ、これ、当時の実装で苦労したところなんですけど、普通にアカデミックなあのペーパーだけ分析するってなると、アカデミック用語なのか、その業界というか、その分野特有の専門用語なのか分かんなくなっちゃうので、 本当に幅広い分野の文献を集めて、で当時はたまたまコロナで、あのいろんな専門あの、専門の教科書とかが PDF でタダで公開されてたんですね。あの <laughs> ちょうどいいことに、まあ、それをちょっと PDF で全部ダウンロードして、でまあ、テキスト化して分析してみたいなのをやってですね、ちゃんと学術用語なのか、その分野特有の専門用語なのか、ちゃんと切り分けられるようにして、あの頑張って作ってました。でまあ、その結果はですね、 あの大変ありがたいことにあの、まあ、とんがり賞の文字が真ん中めちゃくちゃ隠れて、<笑><笑>あれ名古屋のキャンパス賞がめちゃくちゃでかくなってるんですが <laughs>、まああの、ありがたいことにですね、最優秀賞をいただいて、で、あの名古屋のキャンパスっていう、あれなんて言ったらいいんですかね、はいあの、インキュベーション施設っていうのからの、まあ、入居1年間の入居権とか、あとは NICT 賞っていうのも企業化甲支園ですね、への、まあ、参加券 を、ねはいいたただいてましたあの本当にこれはあのとんで、これ,あの、まあ、これ僕自分でも頑張ったっていうのはあるんですけどもちろんとんがりの方々とかにめちゃくちゃこう、まあ、相談に乗っていただいたりだとかプレゼンの練習もそうですしこれ,あのこれ本当に市場あるんですかねみたいなのを相談してじゃあこうやって調べたらいいと思うよで本当にいろいろ教えてもらってましたでそれこそあのプレゼンもですねまあこれ後ろ今ちょっとこあ本 ちょっとこのビデオだと映ってないかもですけど、<laughs> あの、いろいろプレゼンの本とかも載ってて、その辺もめっちゃあの読ませていただいて、まあ、なんとか、あの、最終章いただくことができました。本当に、とんがりの方々には感謝してもしきれないですね。で、はい、めでたしめでたし、これで起業しましたって言よかったんですが、まあ、そうはなってないですね。で、まあ、なんでそうならなかったのかっていうのも、ちょっとこの後お話しさせていただければと思ってます。 まあただ、まずここの段階でちょっとお伝えしたいのが、就職したんだったらとんがり無駄だったのかっていうところ。まあ多分こうやって書いてる以上無駄じゃないっていうのを言いたいんだろうなっていうのはもう皆さん多分お分かりだと思うんですが、まあはい、無駄ではなかったです。でも、まあ、これ当時、まあ自分がとんがり受けた中で、あのリーンローンチパッドとか、まあいろんな、本当にいろんな研修とかあっていろいろ受けさせていただいてたんですけど、まあ例えばミニマンバリュープロダクト。これリーンローンチパッドで学んだのかな。まあ、あとビジネスモデルキャンバス。まあ、この、 このビジネス成り立たせるためには、まあなんか、どこからお金を取って、どういう収益構造でみたいなのか、まあこれでざっと書くんですけど、とか、まあ、デザイン思考だったり、仮説思考だったり、まあ市場調査のやり方であったり、あと、まあ実装力。まあこれは僕が、あの、ものを作れなかったので、ものを作れなかったんですけど、ものを作れないと、そのビジコンとか出ても、基上の空論じゃんって言われても終わっちゃうんで、まあちゃんとしたものを用意しないといけないっていところで、まあひたすら自分で頑張って勉強。まあ、勉強とか、コーディングとか。 本当にとんがりを通して身につけてました。で、これはですね、もう本当に今の自分につながってるなっていうのは、本当に心の底から思います。今僕は一エンジニアとしてあのリクルートで働いてるんですけど、この時にもう本当にもう実装しなきゃ、プロダクトを作んなきゃって自分でコーディング始めなかったら、絶対今の形でリクルートに入っていくことはないので、もう本当に、本当にあのとんがりのおかげで、今僕はリクルートで働いています。 あとは、あの、まあ、これは、まあ、自社がっていうか、結構その新規事業とか今いろんな会社やろうとしてるところは多いと思うんですけど、まあ、そういうのを自分で、こう新規事業、まあ、ていうか、会社のプログラムとかで新規事業やろうってなると、絶対ビジネスモデルキャンバスとか MVP とか絶対考えるんですよね。なんで本当に、まあ、今、自社の,あの新規事業コンテストとか、まあ、僕は出て書類で落ちたりしてるんですけど、あの、そういうところで本当にこういうのいいんじゃないかって考えるめちゃくちゃ役に立ってます。 なので、まあ、結論としては本当にとんがりやってよかったなというふうに、はい、強く強く思ってます。はい。で,ですね。えー、っと、じゃあ、ちょっと次ですね。えー、まあ僕が、まあ起業しなかった、まあできなかった理由っていうのを、ちょっとこの後お話しさせていただこうかなと思ってます。えー、っとですね。まあこれ、あの、一言で言うとですね、自信がなかったになります。 で、まあ、自信がなかった。何に自信がなかったかっていうと、まず一つ目は、プロダクトですね。あの、さっき、まあ、をいただいたこのワードストックプ,あプロって付けてなかった。<laughs> ワードストックですね。このプロダクトに自分では自信がなかったんですね。で、なんか、最優秀賞もらっ、なんか僕最初、とんがり入った理由は、なんかこう、みんなに認めてもらいたいみたいなことを言って,てで、まあ、最優秀賞っていう形で認めていただいてたにもかかわらず、 まあ自信がなかったってどういうことかっていうとですね。あれ、結局のところの専門用語のただのリストを作るだけになってたっていうのがまずあります。あの、単語帳、僕がじこう解決したかった符っていうのは専門用語がわからない。だから、それを単語帳っていう形で勉強できるようにしたいっていうのが僕の思いだったんですけど、まあ、自分のが あの形で、まあ、あの形でワードストックとして作ったのは、結局のところ、ただ専門用語のリストがボンって出てくるだけだったんですよ。で、それだけだと意味がなくて、まあ、専門用語分かるのはいいです。その専門用語、これとこれとこれは分かってた方がいいですよって言ってくれるのはありがたいんですけど、じゃあその専門用語が何を意味しているのか。例えば、サーカディアンクロックって、そのま、英単語出てきました。で、日本語に訳すと外実時計です。で、っていう。その外実時計って何っていうの。 ちゃんと分かんないといけないんですけど、さこう僕はそこまでできなかったんですね。なんで、なんか本当にこのプロダクトってその自分が解決したかった符を解決できてるんだろうかっていう、まあ、その不安というか、それはめちゃくちゃありました。まあ、プレゼンの時はそれをうまいこと隠して喋ってたんですけど、まあ、やっぱそれはちょっと開票できなかったっていうのと、あとですね、まあ、これはお <laughs> 恥ずかしい話なんですけど、使いづらかったんですね <laughs>。あの、LINE ボットを で実装してなんです、ね、すすすにた要するにまあ技術不足ですよねなんで本当に単語帳としてやりたいんだったら、例えば今だと、えー、とデュオリンゴとか、あ,のーまあ、あれ、外国語を学習するにはめちゃくちゃいいアプリだと思うんですけど、ああいう感じの UI とか、まあ、その設計とかがすごくいいと思うんですけど、当時の僕はそんなもん全くやれなかったんですよ、ね。まあ、そもそもそう、ああいうのがいいっていう知識もないし、まあ、それを実装する、まあ、スキルも全くないしっていうところ。 あと三つ目、これ、グレイアウトしてますが、あの、これ、言っていいのかなってめっちゃ迷いながら書いてたんですが、僕がいらなくなったんです。いらなくなった、使わなくなったんですよね。で、なんでかっていうと、僕も一応その時間生物学やり始めて、まあ、M1 ヒいヒいながら論文読んで、M2 になり、なると、だんだん読めるようになってきてたんですよね。 なんで、その自分がもともと解決したかった専門用語が分からないっていう問題が、もう自分の中ではもう過ぎたものとなってしまって、こう、このプロダクトを作ったら自分が助かるにはもう全くならなくなってきたんですよ。で、そうすると、このプロダクトって、もっと良くするにはど、どこを、どこを良くしたらいいんだろう、どこを良くしたらもっと使ってもらえるんだろうみたいなのが、もう自分じゃ分からなくなってくるんですよね。もう僕はそれを別に使わないのに。 なってなくるとこう自分の中でそれをひたすら開発していくっていうようなこうモチベーションというかやる気みたいなのもちょっとこう、まあ、失われつつなっていました。はい、あの当時こんなことひと言も言ってなかったのでもしかしたら後ろへトン借りの方があいつあんなこと思ったのかって思われてるかもしれないですが、はい、正直言うと、はいまあ、自分が使わなくなったっていう自分がいらなくなったっていうのは結構あります。であとですね、まあ、自信がなかった が、ま、プロダクト。あともう一個何かっていうと、僕自身にも自信がなかったんですね。ちょっとさっきのプロダクトに自信がないっていうところと繋がってくるんですけど、もうとにかく技術力がなかったんですね。あのー、一応プロダクトは、自然言語処理を活用した外国語の専門用語を学習するみたいな、こう、すごい、いけいけなのかわかんないですけどこう、めっちゃ自然言語処理とか出てくると、おっ,って思われるかもしれないですけど、あの、 マジで僕は技術力なかったです。もともと専門バイオな、バイオというかタンパク質とかやってた人間なんで自然言語処理とかマジでわかんなかったです。で、それをひたすらこう自分でいろいろ調べて、で、あの、自然言語処理いい感じにやってくれるライブラリとかもいろいろあったんで、その辺をこうまいこと組み合わせてですね、どうにかしてたので、こう突っ込んだこと聞かれるとマジで答えられないんですよね。わ答えられないっていうかわかんないんですよね。こういい感じにしてくれるライブラリを使ってただけなので。なので、あごめんなさい、ちょっと。 っちかはい、なんでもうん、自分がこれをどんどんこうブラッシュアップしていけるかって言われると、やっぱそれができない、技術的その、ロジックの部分の磨き込みとか、あっとロジックのところとかをもっとよくしていくっていうのも自分、当時の自分のスキルだとなかなかできないだろうなっていうふうに、まあ、自信なかったしで、もちろんそのプロダクトも、ままあ、つ自分が作れないから LINE、b o t 使ってますみたいな話させてもらったんですけど、やっぱ本当に技術力っていうものがなかったんですね。 で、まあ、その辺があるのと、まあ、さっきお話したように、自分が使わなくなってきて、こうまあ、なんか使わなくなってきたんで、それを自分が本当にこれ飯、これで飯食えるほどずっとやってられるのかっていうのはめちゃくちゃこう不安としてありました。で、まあ、一番下に開き始めたって書いてますけど、まあ、そのこう自分が使わないんで、だんだんこうそれをよくしようよくしようってやっていくのもだんだんこう疲れてくるというか、もういいかな。 というふうにちょっと思い始めてしまってですね。まあ、この辺の理由から、最終的に企業は断念しました。でですね、まあ,あ、企業を断念したので、まあ、妥協で、まあ、今って結構、まあ、企業家就職、まあ、当時は企業家就職家の2択で、ほとんどの人が、まあ、あ就職。で、こう、企業を選ぶのは、まあ、ごく一部のエリートな人たちとか。 こうで学生で起業しました。おお、すごいみたいな感じだったんですよね。でも僕はそれにこう夢破れたというか、まあ、自分でこう起業できるだけのものを作れなかったっていう、仕方なく就,活した、まあ、就職したのかって言われると、それは全然そうではなくてですね、あの修行させてくださいって,って僕は入んていうか入れていただきました。あのこれへんまあ、僕は弊社めっちゃ好きなんですけど、 まあ弊社、まあ、いろんなプロダクトがあって、それを自分たちでこう作ってきた。で、実際、新規事業コンテストとかから、スタディサプリとか生まれていて、本当に自分たちで一からプロダクトを作っていく。で、そのプロダクト同士で世の中を良くしていくっていうのを、本当にめちゃくちゃやっている企業で、僕はそれがすごい、まさに自分、それがやりたかったことなんですよね。自分が見つけた負でプロダクトができて、でそれで世の中の負がどんどん解消されていく。そういうのをめちゃくちゃやりたかったので、も、ま、う、あ、あの、 で、自分はやってみてダメでした。でも、どうしてもそういうふうにしていきたいんです。だから、修行させてくださいってい感じでですね、本当に人事の方に、あのまあ、あの、まあ、この時はオンラインだったんであの、タイミングはしてないですけども、気分的な本当に土下座してる感じで、本当にあの修行したいんです。お願いしますみたいなのを言ってました。で、まあ、結果的に、まあ、じゃあ、しょうがねえなあっていう感じで、あの、入れていただいて、今も、なお、修行させていただいてるというような形になります。 ですね。まあ、あの、起業できなかった理由っていうのを、まあ、今ちょっとお話しさせていただいた通りで、で次はですね、まあ、就職してどうかっていうところですね。あの、まあ、これから就職控えている方とかもいるかなと思ったので、ちょっとここお話しさせていただこうと思ったんですが、えっとですね、まず最初に言いたいのが、楽しいです。はい。あの、これは本当に自信を持って言えます。あの、辛くないとは言わないです。<laughs> あの、辛いことはめちゃくちゃありますし、 まあ、あの、泣いたこと、まあ、一度や二度ではないですが、あの本当に楽しいです。なんか、まあ、自分は、まあ、修行させてくれって言って入れていただいたっていうのもありますけど、やっぱりこう、自分が作ったものが、もうすでに世の中に出ていく。で、自分、本当にそれでこう、人々の負を解決できているだったりだとか、こう自分の手で、こう、物を作っていくっていう体験は僕はすごい楽しいので、本当に、まあ、就職したいもめちゃくちゃ楽しいです。はい。でも楽ではないです。<laughs> でですね、まあ、起業しなかったことへの後悔はないか。なんで、当時自分、こう、まあ、起業っていう道を諦めて、で、就職したので、なんかこう、起業しなかったことに、まあ、後悔というか、あの時起業してればな、みたいな思ったかって言われると、それは全くないです。でですね、まあ、今僕は一エンジニアっていう形で仕事させてもらってるんですけど、これはすなわち、自分で、まあ、起業したりだとか、 まあ自分でプロダクトを作ってやっていこうと思ったときに、まあ、絶対必要になる経験なんですよね。まあ、大規模なサービスであれ、小規模なサービスであれ、やっぱコーディングしないと結局物ものできないですし、で、コーディングして終わりじゃなくて、じゃあその後それをどんどん磨き込みというか、より改良していくためにはどうやったらいいのか。で、それはその技術的な、技術的にどうやってやるのかもそうですけど、どうし、何をもって良くなったと言えるのか。なんかで。じゃあ、その良くなったと言えるためには何を継続しないといけないのか。 で、もちろん、そのいろ、いろいろこうやれることはあると思うんですけど、その中でどういう優先順位で何からやっていくのかとか、あの、学生の頃の自由は全く分かってなかったんですけど、今本当に仕事させていただいている上で、そういうのはめちゃくちゃ、あの、自分の実体験としても学んでいるので、本当に、はい、本当に修行させてもらってるなと思います、はい。なので、あの、本当に今、今仕事でやらせてもらっていることが、まあ、今後自分が、 自分のプロダクトを世の中に出したいと思った時に必要な経験なので、はい、本当に今、この会社に就職してよかったなっていうのは本当に思ってます。し、まあ多分当時、まあ、起業しなかったことへの後悔はっていうところで、じゃあ当時起業したらどうなってたかっていうと、絶対ポシャってました。はい。あの当時、まあ当時と今もですけど、別に僕そんな賢くないんで、<laughs> あの、わかんないことは結構まあわかんない、いやー、みたいな。で、ちょっと調べて、ああ、なるほどね、こうなんだって、深く理解もせずに、 はーんって言ってやっちゃうタイプなので、あの、絶対こけてた。と思いますって感じ。絶対こけてました。なんで、あの、むしろ当時の自分、よく起業しなかったって言いたいですね。ちゃんと就職、ちゃんとっていうか、あの、修行させてくださいって言って、リクルート入って、本当によかったなと思ってます。よ、ねまあ、じゃあ、まあ、ちょっと最後の方に来たんですが、えっとですね、まあ、起業家就職家で悩む方へっていうところでですね、えっと、まずこれは、まあ、当時の僕にめちゃくちゃ言いたい言葉が、 企業は手段である。まあ、これ結構もう今言われてる言葉かもしれないです。まあ多分当時も言われてたんですけど、あの、起業するのってめちゃくちゃこうかっこよく見えるんですよ。まあ、ですよね。でも僕はめちゃくちゃかっこよく見えてたんですよね。学生のうちに起業しました。学生ベンチャーとか。めっちゃかっこいいって思ってたんですけど、今思うと、起業することが目的だったら別に起業って今すごい簡単にできるんですよね。それこそまあ法律変わって1円とかでも株式会社とか建てれるんで、 起業は別にできちゃうんでですよ。でも問題は起業した後に何をやるかで、なんか起業しました。でも仕事がないんで、なんか自分がやりたくもない、なんかくそつまんないことで、とりあえずこれで食っていけるならまあいいかって、それやるとか、まあまあそれで食っていけるならそれはそれでいいのかもしれないですけど、なんか僕はそう,そうしたかったわけじゃないなっていうのすごいあって、自分が起業したいって思ってたのは、もともとは自分が見つけたふた。 本当に解消する価値があるんだっていう価値があってそれをそれを解消するプロダクトを作ることで世の中のみんながも幸せになるっていうとすごいうさんくさいんでちょっと言い方変えますがえっとその世の中の負を解消できるとでそれで自分が抱えてた負も解消できるさらにそれで自分もお金が稼げるもうめっちゃいいそれを実現するための手段としても起業っていうのが1個あったんですよねはいなのであの本当になんか 企業か就職かで悩む、まあ当時の自分は結構悩んでましたけど、本当に企業っていうのは目的ではないので、なんかそこは、こう、当時の自分にちゃんと考えろよってめっちゃ言いたいなと思います。あとはですね、まあ、あの、そんなこと言われてもっていうのは多分当時の僕も思ったなと思っていて、僕、学生の時って、なんかやりたいことが見つからないっていうのがあったんですね。なんかお前何したいのって言われても、まあ別におかん、あの、 お金稼いで、普通にこう生きていく、暮らしていけるだけのお金を、まあ、得られる仕事があればいいなぐらいに思ってたんですけど、なんかですね、あの、まあ、そういう自分にちょっと、まあ、当時の自分に言いたいなと思うのが、選択肢を増やすっていう選択してみないですかっていうふうに、ちょっと言ってみたいと思います。あの、やりたいことが見つからない理由、あ、僕が思うに、なんか、まだ、 世の中には自分の知らないことがめちゃくちゃたくさんある。で、今まで自分が触れてきたものは、まあ、たまたま自分にマッチしなかったけど、もっとこう、世の中には知らないことがあって、そっちには自分がやりたいことがもしかしたらあるかもしれない。って僕は思うタイプなんですね。な,なんで、まあ、その海外とかもこう知らない文化とか、知らない世界がめちゃくちゃあるんで、そこに触れて自分がめっちゃこう、夢中になれるのがあるかもしれない。まあ、そういうのをこう探していくのが僕はすごい好きなんですけど、そういう意味で、なんかこう、 自分がやれることを増やす、自分がこう触れることを増やすっていう選択肢を取ってみるのも一ついいんじゃないかなと、めちゃくちゃ思ってます。なんか、当時の僕のイメージだと、もう就職したら、もうその企業で一緒、で、かつ、まあ就職してなんか配属ガチャみたいなのを引いて、で、もう、じゃあ、例えばですけど、金属加工のとこ行ってください。ずっとそれで生きていくしかないって思ってたんですけど、別にそんなことないんですよ。特に今結構転職とかもかなり盛んになってきましたし、その社内でももちろん移動とかも全然ありますし、 あ,のあとまあ僕はコロ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 専門変えてる人なんであのもうこう動くことに大した抵抗もないまあなくなってきたっていうのもありますけどこう一つの専門をずっと突き詰めていく必要はないしたまたま最初就職した企業というかもう業界とか合わなかったりそれは変えるってことは全然できますし変えまあ確かに変えるのが大変っていうのはあるかもしれないですけどなんかこうつまんないなとか思いながら仕事していくんだったらじゃあもっと新しい世界見てみようもっと自分に合うのがあるかもしれない。 あのこう動くっていうのも一つ選択肢したと言って取れるので、なんかそう考えてほしいなと、当時の僕にはめっちゃ言いたいです。で、まあ,あ、これは、まあ、二教師社の宣伝しとくかっていうぐらいでちょっと入れてるんですが、まあですね、だっまあ、これは多分うちだけじゃないんですけど、あの例えばですけど、僕もともとエンジニアでリクルート入ったわけじゃないんですよね。なんか、プロダクトグロースっていう、なんかよくわからない採用コースで、本当に何でもやれる採用コースだったんですよ。 エンジニアもいけるし、マーケティングもいけるし、まあ、人事とか、まあ、バックオフスキ行くことも全然できるし、であと、開発ディレクションだったりだとか、まあ、本当にこう、選択肢がめちゃくちゃいっぱいある、まあ、職種というか、まあ、こう、ですかね、君たちの将来は無限に広がっているみたいな、まあ、逆に言うと今のお前からじゃ、お前絶対これだって言えねえよってことなんですけど、まあ、あのそういう選択肢を用意してくれてる企業とかも,もちろんありますし、まあ、なんか、 それを、まあ、めっちゃオープング言ってないけど、実は営業で入ったけど、やっぱ技術職行けるよとか、実際社内入ってみたら全然あるので、あの、なんか今、目先に見えてる選択肢が全てじゃないっていうのは、ぜひ覚えておいていただけると、まあいいかなと思います。はい。じゃあ、最後にですね、あの、ここめちゃくちゃ悩んでですね、何喋ろうってすっごい悩んでたんですけど、うーんとですね、 まあ、ちょっと今回お話しさせていただいたのが、トンガりを受けてどうだったかっていうところと、まあ、起業してしなく、起業しなくてどうだったかっていうところなので、まあ、この辺から、まあ、ちょっと、うん、まとめていくとですね、まあ、まず僕はトンガりを受けて本当に良かったなと思ってますし、まあまあ、こうトンガりじゃなくても、こう、なんか夢中になれるものがあるのはすごく、夢中になれるものがあって良かったなってすごい思います。で僕はたまたまそれがトンガりで受けたプロジェクトの、まあ、ビジコンだったり、 っていうのが僕が夢中になれるものだったので、まあ別になんか、とんがり絶対受けるべきですとは僕は別に思わないですよね。人によってこう何が夢中になれるかとかって全然違うと思って。なのでなんかちょっととんがり興味あるなとかだったら、ぜひ受けてもらいたいなと思いますし、まあそうじゃなくてなんか自分は別にこっちやりたいんだよなとか思ってるんだったら、本当になんか全然そういうのでいいなと思ってます。で、まあ企業、企業してなかった理由さってもしょうがないですね。まあ、あの就職してどうかってところですけど、あの本当に就職 いや当時の僕もなんか就職がゴールだと思ってたんですよね。もうその木が入ったら、もうそこで一旦終わりみたいな。もう全然終われなくて、本当にゴールでゴール、ゴールじゃなくて本当にスタートで、その木業入ってから自分がどういうキャリアを描いていくかとか、もう本当にいろいろ考える必要がありますし、で、まあそれが合わなかったらやっぱ転職するっていうのは全然ありますし、なんかそのキャリアの考え方で山登り型っていうのと川下り型っていうキャリアの考え方があって、 山登り方は、ゴールを決めて、そこに向かって、こう、ガッと一直線に進んでいこうのが、山登り方。で、川下り方のキャリアっていうのは、もう、ゴール決められないから、とりあえず今、目の前にあることを頑張っていく。で、こうやっていくうちに、あ、自分は実はこれ、あ、これ結構楽しい、これやっていきたいって、こう、途中から山登りに切り替わるとか。で、また山登りでそこ行って、またそこから川下りとかも全然あるので、あの、なんか、 はいまあ、就職はめっちゃ人生によって大きなイベントですけど、それも、まあ、こう一つの通過点にすぎないので、そこで自分の人生が全部決まるわけじゃない。で、あの本当にあいや。ちょっとまとまらなくなってきたな。<laughs> うんうう、えー、ちょっと、ま、ごめんなさい。まとまらなくなっちゃったので、えー、とじゃあ覚えておいてほしいのは、えー、山登り型のキャリアっていうのと、川下り型のキャリアっていうのは2つがあります。今は全部決めなくても、まあ、川下り型のキャリアって進む方もあるので、あの そんなのあります <laughs> ちょっとまとめ方がひどいな。<laughs> はい、では、まあ、起業か就職かで悩むか、はい、まあ、はいまあ、いるかどうか分かんないですが、企、はいまあ、業は本当にあ,のあくまで手段でしかないですし、まあ、それが分かった上でやっぱり起業,起業しようか、就職しようか、どうしようかなってなってるのであれば、本当にまあ自分の思うがままにやっていただければいいなと思いますし、あの就職したらもう起業できないかって言われると、そんなこと全くないんですね。で今特に副業 ととか兼業とか業、まあ、国もなんかその辺もみんなにこう可能にしていきましょうよみたいなことか言ってますし、まあ、実際大手のところとかも徐々に徐々にオッケーにしてきてるっていうような現状はありますしあのまあ僕は仕事をあのつまあいくつほど忙しい <laughs> 忙しいというか業務量めちゃくちゃあるんであの、まあ、自分が副業できるかと言われるとそんな余裕はないなって感じですけど僕の同期とかはやっぱ優秀な人たちはパッと仕事を得てでも自分で 会社持ってるやつもいますし、まあ、こうエンジニアとしてこう仕事を受けてるる人もいますし、本当になんか今、就職か起業かって決めなくても別に就職してで副業でやっていくるとか、まあ、そういう選択肢も全然あると思うので、あのなんかそんなに深刻な悩みして言ないっていうのは言いたいことじゃないですが、はいまあ、就職しても起業って選択肢もずっとあの持ち続けることはできるので、まあ、それを覚えておいていただければなと思ってます。はい。 じゃあ、お伝えしたかったことは、こんな感じかなと思います。はい、はい。じゃあ、お返しします。はい。ありがとうございました。すごい、ありがとうございます。そう、ちなみに、あの、アイディアピッチコンテストの海外チャレンジショー、今年はインドで、<ー>今ちょうど行ってるところっていう情報でした。ありがとうございます。すごい、なんか本当に渡辺さんの大学生活がすごい出てるなと思って、すごい行動型だなと思って、すごいね、大学院に進んだり行くよ、 <laughs> でしかもなんか留学もそのとんがりも両方やられてるっていうのはなかなかすごい行動タイプで選択肢を増やしていたあの渡辺さんの,あの大学生活や気づき方に近いのかなと思いましたでは今から Q&A セッション、えー、移っていきたいと思いますえー、一番下からき一番新しいのからいきますねえー、とーね楽しい仕事をしてって楽しいという言葉を響きましたはい それは社畜ではありませんねはい。<laughs> 何が楽しいですかあと仕事の中で辛いということもあるという話がありましたがそれを上回る楽しさは何でしょうかお願いしますそうですねやっぱり自分のできることが増えていくっていうのはすごいやっぱ楽しいですなんか最初僕コーディング本当にできなくて、うん、もうなんか いやこうソースコードとか見せられても何ですかっていう状態だったら徐々に読めるようになって書けるようになって、うん、で今さらにそのまあコーディングってただ書くだけじゃなくて設計とかもしていくんですけどそっちも自分ができるようになってきてるんですね、うん、で同期とかもめちゃくちゃそういうのは元,元からってかできるようなとかもいるんですけどそのすごい人たちを周りに見てそれをああ,じゃあ,ああいう風に書いたらいいんだとか自分が学んでできることが本当に増えていくでそれは本当に今仕事を通じてすごいそれはあるので あのそれがめちゃくちゃ楽しいです。でもちろん自分は、こう、まあ、できないことがたくさんあるので、こう、やりれた仕事が終わんないとかは全然ありますし、やべえ、これ来週までやらないといけないのに、まだ全然終わってないんだけどとか、明日なのに全然終わってねえとかめちゃくちゃあるんですけど、あまあ、そ,のその時は辛いですし、なんで自分こんなできないんだとかめっちゃ思いながらやってるんですけど、でもそういうのを乗り越えていった先に、やっぱできるようになったと振り返った時に、あ、自分これできるようになってるとか。 1か月前とか半年前、1年前の自分と比べたときにやれることが増えてるっていうのは僕はすごい楽しいです。はい、できることが増えるっていうことですね。すね一言でめっちゃいい感じにまとめてすいだい。実際におっしゃってたことなんで。<笑><笑>じゃ続いていきますね、えー。留学とアントレの関係、アントレ関係の活動とはどんな何か関係性ありましたか,か海外でアントレプレナーシップの強い方が多いとか。 うん、あで、まあ僕のケースで言うと、というよりは、僕は留学めっちゃ押したか、押してるというか、留学行くの本当にいいことだって、心の底から思ってたんですよ。で、それをみんなにめっちゃプッシュしてたんですよ。でもいざ自分が行ってみたら、就活にダメージあるかみたいなって。て、うん、なんか、こう、で、僕はこれまで留学を押すときに、就活に悪影響なんて絶対出ない。自分まだ留学してないときからそんなこと言ってたんですけど。うん、で、でもそんなこと言ってたのに、いざこう、 まあ行ってみたら、なんか、就活の影響出ちゃう現実が見つかって、で、なんか、それがすごい嫌だったんです。で、僕は留学を心の底からいい行ってよかった、みんなにも行ってほしいってすごい思ってたので、じゃあもう、心置きなく、やっぱ行った方がいいよって言えるために、その負を解消しようみたいな感じで、アントレプレナ、アントレプレナっていうか、このトンガリに入って、最初、話させていただいたご縁っていうのを始めてたので、うん、なんか、留学をきっかけに、自分がすごい取り組みたいことが見つかって、 そ,れその取り組みの手段と,いうとしてアントレカ活動ですかね。うん、始めたという形になります。じゃその留学行ったことから、そのどんどん,なんかアントレプレナーシップというか、そういうのもどんどん身についていったような感覚。う,、ね、近いうん、なるほど。ありがとうございます。はい。で、次。おいいですね。私も聞きたい。現在、将来にやりたいことはありますかあと、見つけるためにどのようなことを気をつけるといいですか そうですね。まあ、やりたいこと、なんか僕は自分の手でプロダクトを作,作って世の中に出したいっていうのがあって、そのこれまで自分は2回、そのご縁と、あとはワードストック、まあ、両方ともポシャッ、まあ、結果的に世の中には出せ、出すことができなかったっていうのはそれは、まあ、なんか、ちゃんと自分がやりたいと思ったことをちゃんと世の中に出せるようになりたいっていうのは一つ目標として持ってます。でまあ、将来 まあ、それが将来っていうこと、遠い先のことなのか、まあ、こう近々なのかって言われると、まあ、うん、なんか将来っていうとこう、どんどん先直しにしちゃいそうなんで、うん、<laughs> まあ、近々って感じですかね。やりたいことを見つけるために、どのようなことに気をつけるといいですかっていうと、えっ、ー、と、なんか、襟好みしないこと。なんか、やれる機会があったら、どんどんやっていくっていうのが大事かなと思ってます。やっぱりなんか、襟好みというか、まあ、自分は、これはいいかなみたいに、 僕も結構そういうのあるんですけど、こう断ってると結局そっちの世界に何も知らないまま、触れられないままなので、もしかしたらそっちに自分がもっとやりたいことがあったかもしれない。もしくはそこでめっちゃ、こんなありえないみたいな、こうめっちゃマイナスな経験をして、それをプラ、だからどうしてもこうしたいみたいなプラスに変えられるようなこととかもあるかもしれないので、なんかいろいろ幅広くやりたいなと思ったらどんどんやっていくっていうのは一つ、なんか、やりたいことを見つけるための手段にはなるのかなと思っています。 ありがとうございます。実際になんか新規事業にも出してるっていう話とかしてたんですけど、実際に今やってることとかっていうの、差し支えない範囲で何かありますかあそうですね。あの、まあ、これまさに現在進行形でやってるんですけど、あの、僕、実家で猫,か猫がいまして、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、ただその子、ちょっと遺伝性のすごい大きな病気を持っていて、あの、ご飯どれくらい食べたか、おしっこどれくらいしたかとかも、ちゃんと記録取っといて、 少しでも異変があったらすぐに病院に連れていかないと本当に死んでしまうというような病気を持ってるんですね。で、まあ、あのもう家族の一員なので、家族みんなでその子の面倒をめっちゃ見てたんですけど、記録するのって本当に大変なんですよね。最初メモにこ,うこの日何グラム何グラムとか書いてたんですけど、なんかそ,それだと結局書い、書いてはいるけど、じゃあこの日何グラム食べたんだろう、昨日と比べてどうなんだろうとか分かんなくてで、使いづらいなってなったんですよ。 で、まあ自分が、まあそれ社会人の時なんで、じゃあ、これ使いづらいからどうにかしようみたいな感じで、ちょっと今家族に使ってもらってるんですけど、そのご飯の量とかおしっこの量とかも記録するアプリみたいなのを自作して、で、それを今やってますね。まあ現在進行形で動いてる、ちゃんとデータベースからもちゃんとあのコーディングをして、データ設計とかやったやつなんですけど、で別にそういうのって世の中のアプリで、そういう課題解消できるのは多分いくらでもあるんですけど、うちの子にジャストフィットしたのがなかった。 で,すよね、で、ないときに世の中のもので妥協して使っていくか、じゃあ自分で作るって言って、本当にうちの子にフィット、完全にフィットしたものを作る、作れるかってあ、作れるようになった、作ったっていうのは、なんか自分はすごい、なんかあ、エンジニアリングやっててよかったってめっちゃ思います。ちっこういうのはやりたかったって感じです。 ありがとうございます。それこそ前回の、えー、ビジコンの時には、それこそアプリとかまでプロダクトまでは行けなかったけど、今回はしっかりプロダクトといった形まで行けたっていうのは、本当にすごい進展というか成長なんですかね。すごいですね,、はい、ね。この日だけに。すみません。確かに。<laughs> 言いいかっかいや、<laughs> 絶対言おうと思ってました、今日。<laughs> ありがとうございます。はい。で、最後の質問になりますね。えー、お話ありがとうございました、えー。企業だけがとんがりに参加する目的ではないんだなと思いました。うん、お話の中で、飽きたという言葉が出てきましたが、飽きることなくいろいろなチャレンジができる今の会社は、まあ、確かに渡辺さんにはとても合ってるのではないでしょうかというコメントですかね。ありがとうございます。<laughs> 合ってるだろうなと思うのと、 なんか、うんうん、飽きるのって、こう、僕、当時思うのは、表面だけ見て、あもう分か,分かった気になって、まあ、飽き、もう、まあ、もう大体分かったからいいや、みたいな、飽きてたんですけど、うちの会社って表面だけ見て分かった気になってると、はあみたいな。お前、これ、え、これは、これはってめっちゃこう、まあ、聞かれるというか、本当にそれで分かったって言えるのみたいな、すごい言われるんですよ、ね。で、なるほど、つってこう、見に行くと、実は自分の知らないのがめちゃくちゃ広がってて、 あ自分これも分かってねこれも知らない。あ、じゃあこれもとかこう、飽きる暇がないというか、なんかこう、お前飽きたっていうからに、ね、は本当にそこの道も極めたんだよな、みたいな。<laughs> まあ、それは上司の姿勢にもよるのかもしれないですけど、うん、そういうのとかを、まあ、めっちゃ聞かれる聞、聞いてくれる人だったので、はい、なんか飽きてる暇がないですね。うん、してなんかいろいろこう新しいのじゃあお前、まあ、お前は言われないですけどあの、こういうのやってみたらとか、こういうのちょっとどうとか、これやってよ、みたいな。言われて。うん 楽してる暇がないですそれこそビ,のビジコンの時に取り組んでたことよりもやはりなんかね規模も大きくなってるしあの前回お一人でやってたっていうので今はチームとして、まあ、活動活躍されてるってことで、まあ、環境の変化もありすごい、えー、どんどん新しいことに挑戦してってるすごい本当にいい会社ですね。 はい、ありがとうございました。<laughs> ぜひ、足を開けてみてください。いいですか、宣伝。ちょっと資料とか持ってきてないんですけど、<laughs> 3月にですねあの給食サイトをオープンしますので、あとぜひ見てみてください。はい、<laughs> ぜひ、リクルートへ。そうですね、そろそろ大丈夫ですかね。お時間にもなったので、えー、ひとまず、えー、こちらで。 えー、渡辺様の、えー、お話は以上にさせていただきたいと思います。本日は、えー、貴重な話ありがとうございました。はい。そして最後に、最後に事務局だけの、えー、ちょっと2分だけ宣伝します。えー、いや、共有います、ね。いいですかお願いします。ありがとうございました。私がささささっと共有させていただきますね。よいしょ。はい。今後のイベントのお知らせです。はい。ちょうど、 ちょうど来週に迫りました。特勤名古屋開催します。えー、今年も、はい、やってきましたね。で、この中で2日間あります。で、この中で、えー、様々な20のイベントがあるんですが、えー、その中でも、よいしょ。はい。とんがりが企画しているイベントとしては、こちらのデモで。画面が見えて 右画面のまま、すいません。はい。画面の画面のまま、失礼しました。あー、見えてますか。はい。これですね。とんがりデモで。はい。また、この CXO 人材セッション。そして、最後にギャップファンドプログラム3つとんがりがアレンジしていますので、ぜひ、えー、ご参加ください。すでにたくさん申し込みいただきありがとうございます。皆さんの参加お待ちしております。はい。それでは、それでは。はい。 では、えー、お時間になりましたので、えー、本日は最後までご視聴いただき、皆さんありがとうございました。そして発表していただいた渡辺様本当にありがとうございました。はい。これにて、とんがり T ちゃん第5回、えー、終了させていただきます。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。それでは、ご退出のほどお願いいたします。